大会最終日を迎えた国内女子ツアー資生堂レディス。最終組が残り3ホールとなり、通算10アンダーの桑木志保と堀琴音が首位に立っている。通算8アンダーの3位は原恵理香、さらに1打差の4位タイに小祝井桜小滝美桜、金沢志奈が続く。通算6アンダーの7位タイに安田優香、天本春香、一比、川岸文香、アマチュアの荒木優菜。 ディフェンディングチャンピオンの桜井心コ那コは通算 3, 3オーバーの暫定57位でホールアウトしている。